お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本人は妖精だった。をお送りします。これまでの歴史の中で、外国人が日本人についての描写を行うとき、妖精という表現をすることが多くありました。そして、現在、バーチャルの世界でも同じように妖精扱いされているという興味深い話があります。ウィキペディアによると、妖精とは、神話や伝説に登場する超自然的な存在、人間と神の中間的な存在の総称。人とも神とも違う性格と行動は、しばしば気まぐれと形容される。フェアリーの語は、ラテン語の運命の語に由来する。もともとは天使でおったが、その座から降格された存在とも言われる。とされています。私たちのイメージで妖精といえば、体長が15センチくらいの羽を持った可愛らしい女の子、もしくは小さいおっさん、それからムーミンやトトロ、座敷わらし。どれも、そっと現れて、幸せや富をもたらし、そしてまたそっと消えていなくなる。そんなイメージですよね。では、一体、私たち日本人のどこが妖精なんでしょうか？日本人妖精説。幕末から明治にかけて来日した外国人が語り伝えた日本人妖精説。彼らが日本人を観察し書き記したものに、妖精という表現が多く出てきます。例えば、日本研究家、東京帝国大学名誉教授のバジル・ホール・チェンバレンは、明治6年、1873年に来日しています。古い日本は、妖精の住む小さくて可愛らしい不思議の国であった。このように、日本人の小ささを妖精のようだと述べています。旅行家のイザベラ・バード、明治11年、1878年、来日は、日光の金谷邸で宿を取りました。金谷勝定寺院、現在の日光金谷ホテルです。金谷は、神社の耳障りな音楽の楽団長をしています。が、職務はあまりなく、家や庭をいつも美しくするのが主な仕事です。母親は、とても徳の高い老婦人で、この母親と、私の知っている日本人女性の中では、最も優しくて、上品な妹が金谷と同居しています。妹は、家の中を、妖精のように軽やかに動き回り、その声は、音楽の調べのような音色をしています。このように、日本人の軽やかな勤勉さを妖精のようだと述べている人もいます。さて、このように、幕末から明治にかけて、生まれた日本人妖精説ですが、その考え方は、その後も受け継がれていくことになります。それは、特に、海外での日本人の言動が理由のようです。日本人座敷わらし説。経済や国際協力の面で言えば日本は座敷わらしとの見方もあるようです。そこにいるだけで国家が発展して、インフラや教育まで勝手に整備してくれるし、それらの維持の仕方も全部教えてくれる。水も道路も在留日本人が暮らしやすいように改造していくから、黙ってても、日本並みの暮らしが手に入る。でも、一旦日本人を追い出そうとすると、座敷わらしはさっさと引っ越して、よその家についてしまい元の家の繁栄は、そこで止まって没落が始まる。確かに、こうやって、これまで、日本が世界各地で行ってきた活動を考えてみると、座敷わらしのように見えますね。外国人から見た日本人は、真面目、働き者、お金持ち、おとなしい、清潔好き、照れ屋ではっきり発言しない、感情を表に出さない、団体で行動する、英語が通じにくい、など、一般的に、静かでおとなしい民族、と思われているようです。日本人観光客の妖精伝説。アメリカのエクスペディアホールディングスが、世界各国のホテルマネージャーを対象に行った国別観光客のイメージ調査において、2007年から2009年にかけて、日本人が3年連続で
世界最良1位の旅行客に選ばれました。日本人観光客は礼儀正しい、行儀の良さ、部屋をきれいに使う、騒がしくない、不平不満が少ないの5項目において1位を獲得し、日本人のマナーは世界各国で定評があるようです。日本人観光客の妖精伝説をまとめると以下のようになります。治安が良く清潔で、食べ物が美味しく風光明媚な場所に多く現れる。金払いが良く、比較的マナーが良く、不平不満が少ない。不平不満を表す語学力がないだけとも言う。ぼったくりと嫌なことがあると黙って消える。そして日本人観光客自体もいなくなる。ここで日本人観光客がいなくなるってどういうこと？と思われたかもしれません。しかしよく考えると納得のいくメカニズムがあります。ネガティブな対応をされた時、もし自分が海外旅行に行き、ホテルの部屋にチェックインした時のことを考えてみてください。オーシャンビューなのに全然海が見えない、設備が古い、もしくは一部壊れている、隣の部屋の物音が筒抜け、アメニティグッズ、タオルや石鹸、歯ブラシなどがしょぼい、電球が切れている。こんな時皆さんはどうしますか？フロントにクレームを入れますか？おそらく短期間だし、言葉も通じにくいだろうし、自分が我慢すればいいやと思ってやり過ごす人が多いのではないかと思います。しかし実際はそれでは気が済まない日本人が多く、帰国して自分のブログや旅行サイトのコメント欄などに、ローマで泊まったホテルは最悪、設備も最低、二度と泊まりたくない、などと書き込む人が多いそうです。まああまりに対応がひどかったり虫が湧いてたりしたら私でも書くでしょうね。いくらガイドブックに美事例句が並んでいても、そこに行った個人の体験談の意見の方が信憑性があると多くの人が判断します。その結果、日本人客がどんどんホテルやレストランから減っていきます。さらに日本人は団体ツアーが多いことから、数十人単位で、このようなことが各地のホテルやレストランで起こり、かなりの影響が出ているそうです。ホテルやレストランが頭を抱えているのは、その場ではニコニコ笑い、しかも自分が使ったものは後片付けまでして帰っていく礼儀正しい日本人。しかし裏ではブログや掲示板に悪口を書き込まれる、ボロクソにこき下ろされる、サイレントボム、直訳すると静かなる爆弾、海外ではとりわけ観光地ではこのように思われているそうです。これもまた日本人が妖精と言われる理由のようです。ニコニコ微笑んでいて文句も言わず来なくなってしまう。まあ日本人は外国人に対して免疫がないというか、あまり強く出れないところがありますからね。その場でニコニコするのはしょうがないことでしょう。さて世界で最も外国人旅行客数が多い国の1位はフランスです。そのフランスであるマニュアルが作成され発行されました。パリを中心とするイルドフランス地域圏商工会議所が、不親切なパリジャンのイメージ払拭に向け、ホテルや飲食店、タクシー業者向けに外国人観光客の国別サービスマニュアルを作成、小冊子で3万部が配布されたそうです。10カ国別に挨拶やお礼の言葉を紹介した上で、観光客の傾向と対策を指南する内容となっていたのですが、その内容は次のようなものでした。英国人はファーストネームで呼ばれるのを好む、中国人はとにかくブランド品の買い物好き、英語が苦手でいつも言葉の壁にぶち当たっている、日本人については安心を強く求める性格だとした上で、握手は稀でお辞儀が一般的、サービスに満足できないとき、その場で文句は言わず、帰国してから批判する。と注意書きがつけられました。日本人の妖精説と言われた理由の内容が、しっかりマニュアル化されているようです。
この内容に対してネットでは様々な声が上がっていました。その一部をご紹介します。海外の反応。そうそう、フランス人からすると帰国後に日本語で広まる評判こそが何より恐ろしい。これは妖精が妖精の国に帰ってから妖精同士テレパシーで格付けしてるのと同じだからさ。外界の人間からすればまるで神罰待ちのような恐怖以外の何者でもない。日本人がいなくなった観光地はダメになるっていうね。ホテルの清掃の仕事をしていた時に日本人がホテルを使った後は部屋がとにかく綺麗だからびっくりした。使い終わったタオルケットも畳んであるから驚きだ。他のアジア人が部屋を使った後との差が大きすぎて笑えるほどだ。妖精という言葉がぴったりだよ。日本人の友人から借りたら使う前よりも綺麗にして返すみたいな言葉があると聞いたことがある。僕はそんなことを親から聞いたことがなかったから心臓が止まるほどびっくりしたよ。そんな考えをする民族がいるとは衝撃だった。大きな大会で試合後ゴミ袋を持って集める日本人の姿はその言葉からだったのかと納得したよ。妖精は可愛いイメージだろうがいいことだけではない。しっかり対応しないと後で痛い思いをするさ。日本に旅行した時に日本でのサービスが大きい店か小さい店に関わらずどこもが親切で安全なことに驚いた。だから日本人が海外に行った時高い質を求めるのは当然だよ。だって日本人の当たり前がもともと高いのだから。海外観光地のレストランが日本人は嫌なことがあると文句を告げることなく一切来なくなる。やばい、妖精かよ、難易度高すぎるみたいなことを言ってたと聞いた。フランスかどこかのツアー会社では日本人について大きな声で怖がらせない、常に笑顔で対応する、嫌なことがあっても無言で我慢してしまうので大丈夫かどうか時々様子を見るみたいに小動物の取り扱いのようなマニュアルがあるらしい。今や VR の世界でもフェアリー説。なんと VR チャット内でも日本人はフェアリーと呼ばれているというツイートが話題となっています。最近声出して笑ったのは VR チャット内で日本人は身長の小さいアバターを着ることが多く日本語ユーザーで固まっており、英語で話しかけると逃げられることから英語圏のユーザーからフェアリーと呼ばれているという話を教えてもらったことです。妖精の国ジャパン VR チャット民です。私も英語で話しかけられて逃げた経験があります。低木の陰で身を寄せ合ってて覗き込んだら散るやつですね。わかります。 VRC ではよく見かける光景。私英語できませんと英語で言い逃げる、身に覚えがあります。雪女や耳なし方一で有名な小泉役もラフカディオハーンは神々の国の使徒で日本を妖精の国と表現しています。失礼します。海外の飲食業界でも昔から日本人は妖精と呼ばれていました。一対応がいいと人が集まる、評判が人を呼ぶから。に一度嫌な思いするとすっと消えてしまう。サンフレンドリーで対応すると恥ずかしがって逃げる。外人さんのノリで対応しないでそっとしとく。など。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今回のテーマはとても日本人の気質を表した面白い内容だと思いました。謙虚でシャイ。大きな声を出したりしないし、思ったことをすぐに口に出さない。仕事などで外国人たちに認められるためにはデメリットとなることもあると思いますが、これが日本人らしさですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃーん。